チャンネル登録お願いします。はい、皆さんごきげんよう。破産二郎です。破産放送二郎です。今日のお供は相棒はこいつ、いただきます。しみる。ちょっとウルトラマンね、どうでもいいやつ、どうでもいいっていうか、それこれよその番組か、よその番組真似してもらう。はい、今日はギャンブル依存症っていうかパチンコ依存症やね、パチ依存症、どないしてはんねんみたいな、どないしとるんみたいなお話でね、ギャンブルっちゅうか、何、競艇やね、競馬は無観客でやってるから、こうネットでプレーすればできるんですけど、パチンコはネットでできへんしね。で、今もう閉まっとるでしょ、ほぼほぼ。で、その、毎日パチンコ行っている人いてありませんか？おじちゃん、おばちゃんとかね。あと、パチスレやったらね、若い子も行ってはんのかな。今、もうほぼ空いてないですよ。その空いてるところにみんなこぞって、ガー行っているみたいやけど、言うても、行ってない人が多いと思うんでね。その人ら、ね、どないしとんねやろ、辛抱できとるんやろうかってね、その依存症が病気やどや言うてね、やってますけど、病気どないなんねん話。もうほんまにやってないかいけないわけですよ。その間辛抱できるんかいない、その病気の人はみたいなね。そのもう息通でたまらん、あー病気発生、息通でたまらんよりもやってへんねんからね、これどない乗り切りはるんやろうかね。それが知りたいね。そのほんまに軽度とか重度とかいろいろあるんやろうけど、ほんまその重度のね、ギャンブルパチ依存症の人ね、このほんまに人を追ってもできへんっていうこの状況の中でね、でどうなってるんかが知りたいわね。ギャーなってるんかね、うおーなってるんかね、言うて叫んでもないんやしね、ほんまにね。だからこの際、これが何ヶ月続くんや知らんけど、続いたらやめれるんかね、もうパチンコなんか行かんでいいわって思いはるんかね、開いた瞬間行けはんのかね、でええのやろ、ほんまに。それをね、なんちゅうん、依存症の専門家みたいな、パチンコやったらコール電話が取ったらこったらとか、パチンギャンブル依存症は病気ですとか言ってありますね、言ってある人いっぱい。そういう人ら、なんちゅうの、がどない考えてあるんか、このほんまにでけん期間でね、どう変わっていくのかね、ちょっと知りたいわね。でほんまにその重度の依存症やった人はこの期間どういう精神状態なんかね、それがちょっと知りたい、知りたいで知りたないねんけど、ほんまねそういう情報があってもええんちゃうかみたいなね、思ったりしてね。この際からもうどうせ語れへんねんからね、特におじいちゃんおばあちゃんなんかはね、おばあちゃんバーやってもまあ語れへんし、だからもう持ってはんのかな、遊びで行ってはんねんって言いねんけどね、稼ぎたいんやったらね、ちょっともうこの際タバコも吸われへんしね、もうやめれたらいいんやけどね、でやろ。はい、そんな感じでございます。はい、またもやまとまりのない話で申し訳ございませんが、はい、以上です。はい、
では失礼いたします。以上、チャンネル登録してね。